カナダ合同協会総会議長は、カナダ最大のプロテスタント系教派である、カナダ合同協会を主催する指導者である。この協会は、高度に文献的であり、協情的でもないので、総会議長は限られた権限しか持っていない。総会議長の役割は次の4つである。総会議長は、各年で開かれる総会で選出される。 任期は選ばれた総会から次の総会までの2年間である。1925年の合同以来、おおむね2年任期で交代してきたが、1994年の総会で総会開催を3年ごとに変更したため、総会議長の任期も3年間になった。大抵の総会議長は1 0人の牧師であるが、これは現在までのところ資格要件ではなく、平身とからも4人の議長が出ている。 総会議長が専人の牧師の場合、牧師一般に対する死という継承にライトがつき、孫氏と呼ばれる。議長退任後の牧師にはベリーレバレンドという継承がつく。現在の総会議長はゲイリー・パターソン牧師である。彼は第41回総会において2012年8月16日に選出された。 ジョージシー・ピジョンカナダ合同協会の初代総会議長、ありがとうございます。